こんばんは。今日は一人焼肉やってくぞーの回です。新居にな、引っ越してな、最近今家具なんもないんだけど、いつもお世話になってるレギュラー番組のヘアメイクの太田さんからね、新居祝いをこもらって一人焼肉するぞと思ってお肉買ってきました。お肉屋さんのいいお肉買ってきたよ。三重県の松阪牛肉、ももバラ、腕、焼肉用、こっちも赤身、イェイ。焼いてくの前に一旦酒作るぜ。レギュラー番組のおしないとっていう、お酒とか音楽とかいろいろ紹介する番組で試飲したこの鎌倉ビールと今日は飲もうかなと思って、これわざわざ買ってきた。最近ハマっているお酒の割り方で、これケール甘酒って言って、もうとにかく甘酒は肌にいいし、ケールはもう腸内環境にもいいし、最近ケールめっちゃ食べたり飲んだりしてんだけど、これはアイコグラスジョッキーグッズのやつです。これを思いっきり入れるの。これにビールを入れちゃうぜ。ビール割り、ケールのビール割りです。ビールのケール割りどっちなんだ。泡作るの下手。ケール、ビール割り、ビールのケール割り、乾杯。おいしい。この割り方やってみてください。甘酒だから甘い。グビグビいっちゃう。いやー、おいしい。いくら行ってきょん。今日はお肉を焼きながら、まあ最近のことだったり夏の思い出とか語っていくか。お肉、油ひいて、カウンターキッチンのさ、とこでこれやっとんだけど、今テーブルもさ、ソファーもさ、なんもなくて、新居に。だから今ピアノの椅子を無理やりここに持ってきて、最近ご飯を食べとんだけど、前の家出るときにさ、全部さ出たの、家具も家電も。だから新規行って何もなくて、今家に肉。私お家でお肉するの初めてなんだけど。ちなみに私はこんなにガンガン夜間派だわ。なんかさ、焼肉のタレって何がいいんだろうと思ってさ、なんかジョジョ園のタレとかいろいろあったけど、やっぱりエバラ黄金のタレ。ちなみにちょっと辛口にしてみました。コチュジャン入ってるっぽいじゃん。おいしそう。一個一個焼いていくスタイル。もう最近焼肉屋さん行っても、もう5、6枚リモザレするようになってしもうてからさ、全然食べれんのよね。最近焼肉をしてなかったけん、家でしようと思って。うん、もう食べちゃおう。ちょうどいいね。いただきます。うんうん、肉うま。ここ最近の満月は何をしてたかというと、本当にずっと引っ越し。最近で言うと、すごい知り合いから CM を見たってめちゃめちゃ言ってもらえる。この期間は露出がすごいね、反響ありましたね。プライベートはな、めっちゃ穏やかにやっとんよ、私。あんまりこう、病んだりすることがなくなった、生理中も。うん。なんか自分に自信がなくなる時はあるんだけど、私定期的に。もうジェットコースターみたいな感じだけんさ。でも、なんか持ち霊は基本高いって感じ。よし。いただきまーす。うん。うん。うん。いいお肉買ってよかった。なんかあるやつ、夏の思い出。私はな、なんか好きな人と花火見るっていう夏の思い出をさ、してみたくてさ、憧れる。私、浴衣どうせ似合うけん、浴衣デートとかしたりもしたことないんだけど。なんか最近何しとったかなぁ。みんなから夏の思い出聞けばよかった。去年はだってコロナでずっと家引きこもっとったら、白い服を着たら、その日に汚すで有名な私が、今日白い服着とるから大丈夫かな。じゃあちょっと最近私何考えてんだろうと思ったらさ、私、サブアカウントあるんだけど、ツイッターの。松木の寝言って言って、なんでも思ってることをそこに発散する、意外に心を開く友達が少ないんであろう、みんなお察しの通りの裏垢なんだけど、一番最近のツイート、みんなのストーリー夏してるね、見てて楽しい、今のところ何もないですが、日光アレルギーで数分歩くだけで汗かくのが苦手な私は、
朝と夜に2回シャワーを浴びて常に清潔な色白りなちゃんを飾せるように頑張りますって書いてますね。夏の予定ねえんだわ今年。誰にも誘われないけど大丈夫？私ってさ、焼けたらさ、あんま可愛くなくなるというか、似合う顔似合わん顔ってあるじゃん。私色黒になったら結構割と終わりなのね、昔から。だからテニス部に入りたくても焼けるって考えてバドミントン部入ったし、中学校の時。サブアカマスキの寝言でつぶやいてのが、何かあってもけど私エッチな主体つけてるしなというマインドで落ち込みそうな時もアホになれるって話したら、やっぱ変な子だねって言われたって書いてる。結構下着が好きで、レースとかすごい可愛いやつとかすごい大好きで、何回も言ってるけど3ヶ月に1回下着を変える女なんですけど、なんか落ち込んでもさ、私エッチな下着着てるしなって思えばハッピーっていうツイートしてました。アホくせなんか落ち込んだ時のさ、対処法ってさ、自分の中でさ、結構決めておかんとさ、マイナスになっちゃうじゃん。なんか悩んだ時にね、ちょっとでもね、気楽になれる魔法の言葉みたいなのを用意しとるといいんじゃないかなって最近思う。だから私の中で気楽になれる言葉は、けど私こんな落ち込んでるけど、まあ、エッチな人生きてるしなーっていうマインドです。乾杯。結構好きなのはワコールのサルートシリーズっていうレースが綺麗なシリーズがあっておすすめです。あ、男の子好き、こんなん着てんのかって調べたやろ。あ、酔ってる。私さ、コンビニ飯結構よく食べてたんだけど、コンビニ飯やめたらめっちゃ肌荒れ治って、なんだろう、腸内環境も良くなったから便秘がなくなったの。何食べてるかっていうと、お野菜めっちゃ食べてて、最初にケール最近食べたり、これで飲んだりって言ってたじゃん。 We are the farm っていうさ、無農薬の野菜を提供してるお店にもう週3ぐらいで行って、そこでお野菜ばっか食べてる。うまー、めっちゃうまい。全部赤身だからヘルシーだ。夏のご飯、豆腐の上に納豆とキムチで、ね、めんつゆとかポン酢とかかけるやつがすごい好き。もうそればっか食べてるかな家で。あと松木の寝言でつぶやいてるのが、松木里奈って正直滑舌的に言いづらくて、絶妙に甘噛みしながら話してるって言ってて、はいどうもこんにちは、松木里奈です。早口でこう言ってごまかしてんだけど、松木里奈って、松木里奈、松木里奈って結構意外に言いづらい、言ってみて。松木里奈が言いづらい問題。松木里奈ですって意外にね、収録中噛んだりするのよ。はずいなっていう話を書いてたな。あとこんなもツイートしてる。妹に、男にぶん回されてる場合じゃねえ。こっちからぶん回す勢いで賢くいい女にならねえとダメなんだよってよって言ってたらしいですって。恥ずかしいね。誰が言ってんだよっていう。お前誰やねんって追加でこうリプライで自分で突っ込んでたけど。いろいろ恋愛してたらあると思うんですけど、恋愛相談してるとさ、その男の人が好きすぎてどんどん自分がナブになっていくとかさ、その人のことを考えてると、もともと性格のいい自分が悪くなっていくみたいな話を聞くとさ、何分回されてるの、こっちが分回すしかねかろうがみたいなことを多分思って妹にも言ってて、そうこれ書いたんだろうな。あと私ほんと機械音痴だから、Wi-Fi 契約したのにさ、ずっと繋ぎ方わからんくてさ、うん、ずっとできてないんだよね。新居に引っ越してからさ、松木があまりにステップアップとして一応引っ越ししたんだけど、YouTube とかも撮れるようにカウンターキッチンのとこ引っ越したんだけど、その、全部捨てていったけさ、家具家電を。だから松木いつ用意すんのみたいな感じになって、箸もなくて、グラスもなくて、そんな生活で、ただただマットレスとさ、ヘアケアグッズしか持ってこずに来たから、みんな心配してね、三好をね、酵素玄米の炊飯器送ってきてくれたり、バチラーで一番最初に選ばれた子、青川愛ちゃんの中にいるけど、青川愛ちゃんお皿くれて、そうとか、なんか結構ね、みんななんか送ってきてくれて、本当になんかありがてえなっていう。地元の後輩がりなちゃんなんか頑張っとるけん、新居祝いつってひまわりの花束くれたりとか、なんか私って周りに恵まれとうなってすごい思った。松木里奈の寝言でつぶやいてたように、もう今お仕事したすぎてん、もうお仕事頑張りたい。うん、あとみんなが離れてくのがすごい嫌な感じもするから、なんかもっと絡めたらいいなと思います。マジでマジで。あ、言い忘れとった、一番言わんといけんことあった。私岡山観光特使になりました、今この場で。しかも部屋着でっていう感じなんですけど、なりました。そう、過去にはなんか千鳥さんとかなってた、観光特使なんですけど、これから岡山特産物とか PR していけるように頑張ります。岡山帰りたい、マジで。ラスト1枚食べて終わるで。
うん、美味しかった。最近はもう1時ぐらいに寝ちゃって、朝から起きてお風呂入って日光浴びてストレッチするっていう鬼健全な毎日を過ごしてるけ、ですよ。この後歯磨いて寝ます。おやすみ、グッナイ。コメントでからもバイバイ。